日本を守る切り札となってくれそうです。お疲れ様です。パーソナリティのマヤです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、日本製の最終兵器レールガンがすごすぎる、米国すら断念した技術を日本が完成させるをお送りします。日本が世界初のレールガン実験に成功。日本は中国や韓国といった国と近い場所に位置しています。そのため彼らによる侵攻に備えていかなくてはいけません。そうした中、防衛装備庁が2023年12月1日に公開した動画で、レールガンと呼ばれる最終兵器の研究成果が紹介されました。このレールガンとは、電気エネルギーを利用して弾丸を高速で発射する装置です。従来の砲は火薬の爆発力で弾丸を飛ばしていましたが、レールガンは火薬を使わずに電磁気力、ローレンツ力という現象を利用します。この現象とは、電流が流れる金属などの導体に磁場が発生し、その磁場が導体に力を与えるというものです。レールガンでは平行に置かれた2本のレールと、その上に乗せた弾丸で回路を作り、大電流を流すことで弾丸に力が働くようにします。そしてこの力で弾丸が加速されてレールから飛び出します。日本が開発中のレールガンは、加速装置が全長約6メートル、方向径が直径40ミリというサイズです。この方向径は同じ長さの火薬式火砲と比べると非常に小さいことがわかります。例えば陸上自衛隊で最も多く運用されている榴弾砲 FH70 は、砲身長約6メートル、口径155ミリです。海上自衛隊の最上型護衛艦や愛宕型護衛艦、秋月型護衛艦などに搭載されている艦専用の MK45 単装砲は、砲身長約7メートル、口径127ミリです。これらと比べると、レールガンは砲身の長さに対して口径が約4分の1以下ということになります。ただし、レールガンの弾丸は極めて高速で射出することで非常に高い威力を発揮します。実験では、秒速2297メートル、およそマッハ7という驚異的な速度を記録しました。これは、火薬式火砲の初速がおおよそ秒速800メートルということを考えると、文字通り桁違いのスピードです。弾丸の威力は重量×速度の2乗で算出されるため、サイズは小さくとも破壊力は驚異的なものとなります。このような超音速で射出された弾丸は、射程も桁違いとなっています。火薬式火砲が射程20〜30km程度なのに対して、レールガンは一般に150〜200km とも言われているのです。そのため、遠くの相手に対しても届くということから強い牽制となります。防衛装備庁は2023年初めには、陸上でレールガンの射撃実験を成功させています。弾丸は計算通り秒速2297メートルで飛び、複数枚の交番を撃ち抜くことができました。また同年10月には海上保安庁と共同で洋上射撃試験も実施しました。これは艦艇にレールガンを搭載して行った世界初の試みです。この試験では艦艇に搭載されたレールガンから弾丸を発射し、その飛翔安定性や威力を検証しました。そして約 100km 先の標的に命中させることに成功しました。防衛装備庁はこうした実験を積み重ねていくことで、2025年以降にレールガンの実用化を目指しています。米国すら諦めたレールガンを日本独自の技術で実用化。レールガンの実用化に向けて、防衛装備庁は次の目標として連続射撃の実現を掲げています。連続射撃には電磁気力に耐える強度や耐久性を持つレールや弾丸が必要ですが、日本は高度素材の分野で強みを持っています。その技術力が試されることになります。しかしレールガン開発には大きな問題が横たわっています。それがエロージョンです。これは砲身のレールが電流や摩擦によって激しく摩耗することです。レールガンは瞬間的に大電流を流し、マッハ7の超音速で弾丸を射出するため、電流による加熱が生じて砲身内部が激しく削れてしまうのです。この問題が解決されないとレールガンの実用化は困難です。米国はレールガンの開発を先導してきましたが、2021年に事実上中止しました。その理由の一つがエロージョン問題だったとも言われています。米国の報道によれば、12発から24発の射撃で砲身が使い物にならなくなったそうです。
一方、日本はこの問題に対して独自の技術へ挑戦しています。防衛装備庁はレールの素材変更と電流の流し方の変更によってエロージョン問題を克服したと発表しました。具体的には銅から導電性が高く摩耗に強い素材に方針を変更し、電流を一気に流すのではなく段階的に流すことで方針の温度上昇や摩耗を抑えたのです。この技術により日本は世界初となる艦艇へのレールガン搭載と洋上射撃試験を成功させました。試験では秒速2000メートル以上の弾丸を120発まで連続射撃することができました。また120発撃った後でも方針に目立った損傷はなく、実用化に向けて大きな前進を遂げました。日本のレールガンは中国やロシア、北朝鮮の極超音速誘導ガンなどの新型兵器や艦艇、地上目標への高精度攻撃手段として期待されています。今後も早期装備化に向けた研究や実証が進められる予定です。中国、ロシアへの対抗策として非常に有効。日本が開発中のレールガンは実際のところどんな目的で使われる予定なのでしょうか。防衛装備庁が公開した資料や動画では、車両や艦船に搭載されたレールガンが敵の船やミサイルを攻撃するシーンが描かれています。レールガンの弾丸は火薬を使わないため小さくて安価です。そのため多くの弾丸を持ち運んだり連続して発射したりすることができます。また弾丸は音速の6倍以上の速さで飛ぶためレーダーで見つけられにくく迎撃されにくいのです。しかしレールガンにはミサイルと比べて射程が短い数十キロなことや、自動的に目標に向かう誘導機能がないことなどの欠点もあります。そのためレールガンとミサイルはそれぞれの長所を生かして使い分けることが考えられます。レールガンは特に極超音速兵器と呼ばれる新型ミサイルに対抗するために有効です。極超音速兵器とは音速の5倍以上の速さで飛びながら軌道を変えることができるミサイルです。中国やロシアなどが開発に力を入れており、現在の日本の防衛網では対処が困難です。レールガンは高速で連続射撃ができるため極超音速兵器を迎撃できる可能性があります。さらにレールガンには様々な用途があります。一つは敵基地攻撃です。レールガンは高速で鉄の棒を発射することで敵の兵士や施設に大きなダメージを与えることができます。もう一つはドローン対策です。現代戦ではドローンが重要な役割を果たしていますが、レールガンでドローンを撃ち落とすことができれば敵の情報収集や攻撃能力を低下させることができます。しかしこれらの用途においてはレールガンには改善の余地があります。敵基地攻撃の際にはレールガンの威力や精度をさらに高めることで敵の防御力を突破することができます。またドローン対策についてはレールガンの射程距離や発射速度を下げることで近距離で多数のドローンを迎撃することができます。レールガンはまだ開発途上の兵器ですが、最新の技術や情報を取り入れることでさらなる性能向上が期待されます。現在防衛装備庁はレールガンの基礎技術を確立するために試験を行っています。今年陸上と海上での連続射撃試験に成功したため、今後は電源や弾丸の安全性などの課題に取り組んでいます。中国が必死に技術を盗もうとしている、このように非常に強力な装備であることから、中国が何とか技術を盗もうと必死になっています。実際日本による実験成功の発表とほぼ同時に、中国の研究チームがレールガンで連続120発の発射に成功したと香港のメディアが伝えました。中国も日本の米軍基地などを目標にレールガンの開発を進めているとみられており、開発力を競う展開となっているのです。日本は自分たちの国を守るために中国よりも早くレールガンの実用化を完了させる必要があります。そのため技術流出が起きないようしっかりと対策を取っていく必要があります。そうしなければ逆に中国のレールガンが日本にとって大きな脅威となってしまうからです。レールガンは日本の独立性や主権を高めるために有効な兵器。レールガンは日本の防衛力を高める最終兵器です。高度な素材技術や電気技術が必要ですが、日本はこれらの分野で強みを持っています。レールガンが本格的に実用化されれば、日本全国の多くの場所で使用することで、核ミサイルなどの攻撃も排除することができます。
これは日本の専守防衛の理念に沿った兵器であり、核兵器への依存や米国との安保条約への依存も減らすことができます。また在日米軍基地の必要性も低くなります。つまりレールガンは日本の独立性や主権を高めるために有効な兵器なのです。外交面でも無用な妥協をしなくて済みますし、真の意味で日本が独立国家として立つ一歩を築くために非常に有効だと思います。だからこそ中国に負けず世界最先端の地位を維持していく必要がありそうです。あなたはこうした日本によるレールガン開発についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。